カラオケで。よーし。歌う。ちょっと喉を潤すわ。アイドルは歌いませんよ。あ、ちょっとなんかダウンロードに時間がかかってるみたいです。中止かな。私はもうマジで本当に乃木坂さんと出会えてよ、なんか今更って感じなんだけど、飛鳥さんの卒コンを見て、もうエモすぎて、とてもいい時代に出会えたなって思いますね。行きました。やります。ちょっと音量を上げといて。イエイ、ロマンティックカヤキン。
ラブラブラ。ありがとう、聴いてくれて。イエイ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 。もう一曲いっちゃおう。もう一曲も乃木歌のみんなコールをしてくれ。みんなに、私がね、神宮とかではコールをする側だったんですけど、今日はよかったら皆さんに、皆さんがしてください。とても幸せです。乃木坂さんのカラオケができてありがとう。見てくれて、ちょっと待って、おもうね、飛鳥さんの瀬戸りの作り方が大好きすぎて、あのアゲインストの1日目の、わかります？これネタバレなのかな。1日目のアゲインストの、わかる？もう、うってなった。2日目も素敵でしたけど、1日目のアゲインストは本当に伝説です。あれは超かっこよかった。アゲインスト、あ、今日七瀬さんの誕生日おめでとうございます。あ、え？ってことは何かの発売日からちょうど何年かだな。5月25日に発売だったシングルがあるはず。忘れちゃった。なんだっけ。じゃあ次の曲いきまーす。よし、いくよー。ありがとうございます。すごい初見さんがいっぱいいます。ありがとうございます。きっと私とお仲間の乃木歌さんでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しい、やった。
じゃあここからはユニットブロックに行かせていただきます。皆さん、ここからはユニットブロックです。マジで私の推しの3人組の歌、これはね結構昔の曲ですね。まあ、アスカさんの卒コンで歌われた曲しか歌いません。今日はもう本当に大好きな大好きな大好きな3人の歌です。でもこれはちょっとあの盛り上がるって感じではないですね。はい、あ、ごめんなさい、スリフォじゃないです、すいません。スリフォもね、スリフォもってかもうその3人は好きですよ。スリフォは好きです。その3人、アシュミナミオナはもう大好きです、大好きですが、私が一時期ドハマりした歌はなんかスリフォは割と私が多分イコラブ入ってからの曲なんだよね。この歌はもっと前の曲です。すごいイコラブ、イコノイジョイの可愛いメンバーに歌ってほしい、この曲。卒業式終わってセンチメンタル、みんな終わり。今日は時間がないからいっぱい歌う。謎の落書きってちょっとこの曲難しいね、歌うのゆっくりだから。じゃあ次はこの曲を歌います。私が今回の卒コンで爆沸きした曲、あ、でも枠歌では、そう、私がさっき言ったこの曲です。透明な色が私が人生で初めて買った、まあ、アルバムというか CD 含めアルバム。よし、うわ懐かしい。私さ今めっちゃ乃木坂さん解雇してる、ごめんね置いてって何
好きこの曲。とてもとても好きです。いいね。ごめん、アラーム鳴っちゃったかも。よし、私はね、もうこれで今十分な気持ち。逆に何が聞きたいですか？最後に一曲、あの曲を歌って、ちょっと本当に懐かしすぎて、えぐい。卒コンでやってないけど、海流の島よ、いいですね。ごめんなさい、止まりました。いや、さっきから文字を打ってると一回なんかおふっちゃうんですよね。ごめんなさいね。じゃあ一旦あの曲を歌いましょう。一旦この曲を。え？出てこないんだけど。待って、入ってないかも。扇風機入ってないんだけど。え？扇風機入ってないです。そうなんだ。え、あのさ、帰り道は遠回りしたくなるのさ、1サビ前のさ、どちゃくちゃ高くなるところあるじゃん。あそこをどうやって歌うの？やばくない？扇風機ないです。なかった、ごめんね。気合で1サビ前のところ、もう「うー」みたいなね、びっくりしちゃうよね、あれ。